人気の、ね、東急東横線、もう本当に渋谷ターミナルの駅から直結で、外観は古いんですけど、もう中身は新品にリフォームしました。平野さん、はい、覚醒って場所こだわるじゃないですか。はい、もうめちゃくちゃこだわりますね。具体的にどういうところがいい場所なんですか。はい、うん、弊社は、ね、もう基本的にも都心に特化して物件選んでますんで、まあ、今日ねたまたまね弊社の持ってる物件でリフォームが上がって賃貸募集をしているお部屋があるので、もう物件もね人気エリア東急東横線のねもう渋谷直結の沿線沿いの人気の駅にあります。なんでその募集物件をね見ていただきながらお話をしていきたいと思います。で、まあ、今回のね動画を見ていただくと、まあ、実際ねお部屋探しするときに地方から出てきたり、引っ越して違う場所で生活するときに、まあ、どういったね場所をまず選ぶか、まあ、選ぶのはまあ人気エリアの住みたい場所だと思うんですけども、まあ、そこにねどういった設備があって、まあ、あとは自分が借りたい広さとかスペックでどれぐらいの賃料がしているのかっていう、まあ、そういうね賃料の相場をね調べる方法とかも教えていきますので、まあ、この動画を見ていただいてね、ぜひ参考にしていただきたいというふうに思います。で実際に弊社のその持ってる人気エリア、まあ、東急東横線の学芸大駅でリフォーム上がった物件があるんで、それの部屋のリフォーム内容と、まあ、実際のね映像、こちらもご覧いただきたいというふうに思います。最後までご覧いただいて面白かったという方はぜひチャンネル登録をお願いしたいというふうに思います。人気のね東急東横線、その沿線には もちろん渋谷始発ですから渋谷もありますし、今代官山で学芸大祐天寺といってもう本当ね人気の駅だらけですね。まあ、ここで生活するって人は多分ね結構地方から来る人憧れて人気高いんですけど、たまたまね弊社も創業当時にね購入させていただいた物件はもうその駅から徒歩2分、もう駅のホームからねビルが見えます。もうそれぐらい近い物件です。なんで周りも商店がいっぱいあってスーパーもあって、もう生活利便性も非常に高い場所になってます。まあ、学生はねこういったいい場所をね飲んでますんで、まあ、その中でたまたまね今回はリフォーム上がったので、まあ、それを見ていただきながらと思うんですけど、まずねじゃあ入居者さんが芸大の駅でここで住みたいなって決めました。じゃあ次何をすればいいか、一番初めに必要最低限の設備ですね、これを備えなきゃいけないので、まあ、バストイレ別ですよとか、洗濯機置き場が室内にありますよとかね、ガスコンロがありますよとか、エアコンもついてますよ、まあ、こういう最低限の設備があると思うんですね。でまずこの設備を絞り込んでいって、あとはその人気エリアで自分が住みたい徒歩圏内ですね、まあ、それは近ければ近い方がいいと思うんですよ。初めは近いうちから厳しく絞って、例えば徒歩5分以内で、検索条件を絞り込むと。でこの際に何を使うかっていうと、賃貸のねポータルサイト、まあ、スーモですとかアットホームですとかホームズ、もうこのね3大ポータルサイトがありますんで、まあ、これで、そういった条件を入れて自分の必要最低限の設備を備わっている物件をまず探してください。でそれを検索すると募集のねお部屋が出てきます。そうするとそこでどれぐらいで賃料がね出てるかっていうのが分かります。今回ね、弊社の物件であれば学芸大駅、徒歩2分です。 RC の3階建ての3階部分、築年数は古いんですけれども28平米の 1DK っていう間取りになってます。でその後バストイレ別にリフォームをして、室内の洗濯置き場も作りました。浴室乾燥機もつけてと、エアコンもつけて、ガスコンロもつけてということで、もう全てね外観は古いんですけど、もう中身は新品にリフォームをしました。であとはそこの相場に入ってるかとかですね、そのお部屋がじゃあその先ほど言ったポータルサイトで見た時に必要に備えられてる設備どれぐらいで貸し出されてるのか、実際にこの弊社の持ってる学芸大学徒歩2分のこの物件のこのスペックですと、大体相場が12万5千円から13万円ぐらいの月額賃料になる。で今回弊社が募集している賃料は11万5千円なので、もう相場よりもねお安く募集させていただいてます。こういった相場内に収まって必要な設備があると入居者さんにとっても興味ある物件になりますし、入居者さんはなるべく、まあもちろん安い方がいいわけですから、相場をつかんだらあとは必要最低限の設備で、あとは安い方からまあこう探していく。でも安かったらいいってわけじゃなくて、まあ高かったらいいってわけでもないので、あとはそこはもう実地で、ね、お部屋の中を見ていただいて、まあ、それが間取りとか、あとは実際の外観と内装のバランスですねを実際に目で見て、それで判断していくってことが必要ですね。今回はね弊社の物件も11万5000円、相場より安く借りれますけども、じゃあこれなぜかっていうと、外観がね内装の新品と比べてやっぱ古いんです。これはでも築40年も経ってる、もうこれはねしょうがないことなんですけども、もうそういったビルなんで、まあ、だからこそ安く借りられるっていう部分があるわけですね。でこれが例えば、まあ、同じ駅距離、これは新築ですと、まあ、今年経ちましたよなんて物件だと、もう多分2万や3万円はね家賃違ってきます。なので、まあ、自分の予算にあってなおかつ相場の範囲内でじゃあ自分はどれ借りるのかって考えた時には、やっぱりその新しいものを見てみたい、古くてでもお部屋の中を新品にしてれば、まあ、生活に困ることはないんですね。なので、まあ、立地の利便性をとって家賃を落として駅に近い方に寄るのか、それともどうしても新築なのか、ちょっと駅から離れてもいいで家賃も高くなる、まあ、どっちを取るか、まあね、いいとこ悪いとこあるのでそれを比べるってことですね、まあ、これを比較対象することによって、自分に一番ふさわしい物件が探せるということになります。
でまあね、実際のね、まあ、弊社が今回募集している間取りっていうのは28平米で 1DK 間取りになってますので、このようになってます。実際ねこの後ね動画を見ていただくんですけど、もう弊社としてはね、まあ、標準で備えておかなければならない設備っていうのが、まあ、こだわりがありまして、まあ、それは先ほど言ったように室内洗濯局を作るということ、まあ、あとはバーストイレ別にするということ、あとは独立洗面所を作るということ、あとは、まあ、お部屋のねセンス、まあ、印象なんですけども、だいたい白を基調としたベースで、まあ、建具なんかはベージュの色を使って、であとはまあドアノブとかね、そういうところはまあ黒のねマットな色を使って統一感を持たせて弊社は作ってます。まあそのね募集してる貸主さんによってこだわりもあると思うし、パターンはあるんですけども、学生としてはそういったところにこだわって、で先ほど言った最低限リフォームしてみますので、まあ、この後ね動画を見ていただいてちょっと参考にしていただければというふうに思います。
動画を見ていただいたと思うんですけども、外観もねついてたと思うんですけど、まあね、どうして安く借りれるかっていうのもこういった理由がありますね。やっぱり外観ね、ちょっとね古いビルになってますので、まあだから相場よりもね安く借りられるのかなという印象になると思うんですけど、でもねお部屋の中はやっぱり新品にちゃんと設備を整えてますんで、だからまあどちらを取るかだと思うんですよね。まあ、やはりこういったね家賃を抑え、特に場所にこだわって、周りの商業施設、商店にこだわって、生活利便性にこだわるんであれば、まあこの相場内で、なおかつ相場の中でもちょっと安めの賃料で住めるという物件が選んでいただけるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ弊社もねこれ実際に募集している物件ですので、まあ興味ある方はねコメント欄にいただければ、まあ直接もちろんご紹介もできますし、弊社はこういった都心のね高立地の中でこだわって物件作りをして、これからもね次々とまあ入居者の入れ替わりがあれば賃貸募集なんかしていきますので、その都度その都度、まあこういった動画でねお伝えしていきたいというふうには思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。で、まあコメントでね、先ほど言った興味がある方もそうですし、あとね、質問とか、まあこういった物件どうなのとか、こういったエリアでね、帰り時なんか注意したことどういったことがあるのとかね、そういった、まあ、素朴な疑問を寄せていただければ、個別に答えさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、本日もありがとうございました。